んにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっとね、今めっちゃ緊張してるんやけど、うん、初めてフィッシングショーに来た。初めて、ね、初めて来た。初めて来て、今ちょっとちょうどアブのブースの前に。すごい。すごい人。なんか、年々増えてるみたいね。ね。ちょっとアブのブースで遊びに行きたいと思います。緊張して、初めて朝、パンが喉に通らんかった。早速いろいろ見ていこう。早速ちょっと見ていこうか。ちょっといろいろいっぱい新作とかもあるっぽいんで、ちょっと見てみましょうか。はい、行きましょう。こっちだよ。かいや、こっち。ちょっとなんかいっぱい新作あるから見ていこう。結構すごい人だから。ね、新しいロット。新しいロットがあるな。ただカレーについてる。あれ？あ、新しいロットです。あれ？あれ？え、ヒロキュンじゃない？ヒロキュンだよね。はい、ヒロキュンです。ヒロキュン。クイックイネ。ヒロキュンがいました。ミシャ、新しいサオ。新しいサオ。これが、あの今新作で出た新しいサオで、まあ、ちょっと名古屋手羽先棒っていう。うん、いいでしょ。差し色がブルー。差し色ブルーなの。差し色ブルー。これ流行り。差し色ブルー流行りだから。ほんまにね。めっちゃかっこいいじゃないですか。なかなかあの釣り業界ではないけど、はい、差し色ブルーは今トレンドだ。トレンドですね。これ何フィート？それは4インチ。4インチロット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 が出てます。そう。するともうちょっと長くなる。あ、ダメですね。これ赤いやつ多分出るんで、あのちょっと今回 P 多めかもしれないんですけど。P 多め。P 多めでやらさせてもらうんですけど、本当のロットは。本当のロットもやる。4インチロットはしますね。4インチロットは。これが。まあもうこれ、いや余計なもんが周りに多すぎる。余計なもん。あ、これは僕のだからいいわ。これも僕のだから一応。余計なものじゃない。余計じゃないじゃん。青いのいらないの、青いの。こっちの水色がいるみたいな、うん、これですよ。これ、これなんですよ。バスバム。バスバム。バスバム。あ、これ。バスバム。ホットケースがかっこいい。かっこいい。かっこいいでしょ。なんかジーンズっぽいというか、コットンのね、柔道着みたいな。いつでも戦えるっていうことですよ。そう。いつでも巴投げ。クラッテみたいな。巴投げよ。ぐしゃってなりそうよ。ぐしゃって。竿がこのバスバム、はい、もう見ての通り色がもうすごい、そうだね、うん、いいっしょ、めっちゃかっこいい、かっこいい、でこちらもこの青、青が差し色、うん、こっちもこうちょっとねホットロット系なね、ちょっと木目調な、木目調な、もっとねこれ太陽の下だとねすんごい光るんだよね、ギンギラに光る、ギンギラにさりげなく、さりげなく光る、いいのよ、すごい綺麗、キャンディーカラーっぽいやつで、ちょっとなんか入れてる、女の子が持ってもなんか可愛い、いけそうだよね、で見て入ってるよ、マーク入ってるよ、やばいのマーク、やばいのマーク入ってるよ、もうこれだよね、これで、やっぱこれで、3種類、あ、この3種類、3種類、今年3月に発売予定、ベイトとか、そう、ベイト2本にスピニング1本、一周、一周、はい、M、L と MH、M と MH があります、M と MH、6号のこれが M、M が MH、MH、短めですね、結構、6号、うん、ちょっと短め。結構短めですね、うん、だからぶん投げたいっていう人はとりあえずこのそのうち出てくる長めをまで待っててくれる、あんま出る予定、でもすげえ飛びを言っとくけど、これなぜかっていうと、まずブランクスがこのパフ製法のねドライヤーキーホース、ドライヤーキーホース、ドライヤーキーホースっていう素材を使ってるんですけど、もう全然違うんですよ、今までの素材と、こっちがタフ、タフ製法、これが従来のやつなんだけど、従来こうじゃん、これで、まあ、すぐこうやってパキンと割れるんだよ、こういうの、あ、これ、全然硬さちゃうで、あ、めっちゃ硬いわ、曲がらんもん、曲がらんもん薄いけど、全然曲がんない。だけどちゃんとしっかりした設計をするとこういうこの粘り
この粘り、粘り、この粘りがあるのよ。粘りがあのね、軽い竿って他にもあると思うんだけど弱いのよ。軽いイコールブランチが薄いから、そうするとそれを補うのにどんどん硬くするのね。なんだけどポケンっていっちゃうわけだけど、これはなんかグラスでも入ってるかのように、うーん、あのもう一回ごめんねこの粘りもう納豆みたいなやつなの納豆ロットですね。そう、納豆ロットなの。持ってみてよ。軽い、めっちゃ軽い。軽い、やっぱり女の子って長くて重いっていうのは本当に投げれない、うん、きついから。僕もね、ほら色男だから力がないの。お金もないし、だから軽いのがいいの。あのね、で6号っていう竿は、まあどちらかというと打ち込みとか切って入れれるので、意外とやっぱりやってたんで、やっぱさ、きちっと入れれるような釣りが場面があるじゃない。そういう時やもん。これはもうおかっぱりメイン。あ、普通に船でも使う、うん、僕も何でも使う。じゃあもうマルチな、おかっぱりの方が6本ぐらいの方がやぶこけとかしやすいし、後ろに、うん、すげえ楽だもん。でね、この竿ね、6号 M と MH とかあるんだけど、幅が広いのよ、投げれるルアーの幅が。すげえ、この MH とかでこれ7グラムとか投げれるからね。シャットとか、7グラムシャットとか、そこからフラベド45グラムとか、50グラムぐらいの、ビャーって投げれる。もう、何でもできるから。何でもできるから、これだけあればいいのよ。1本あればいい。1本あればいい。僕たちプロになっちゃうと、まあ、投げ物用とか巻き物用とか打ち込み用とかぶん投げ用とかいろいろあるんだけど、嫌じゃん、おかっぱりで。そうですね、持っていけないし、あれこれあれこれ持っていくの、車にまた戻って変えてとか、めんどくさいじゃん。確かに、もうめんどくさいの嫌だから、1本だけあればいいんじゃん。これ私に合う。1本だけあれば何でも使えればそれ1本でいいじゃん。じゃあ M か MH で1本あればいい。あ、そうそう、うん、そうだ。あ、ちょっと軽め系だったら M だし、ちょっと重め系だったら MH って、もうそんなアバウトな感じで使い回せればもう全然大丈夫。マルチ、マルチ持ってみる。持ってみて。軽いよ、軽いよ。うわ怖いけど大丈夫。うわ怖い怖い、うわ怖い怖い、すごいな。壊れない、大丈夫。すごいな、グラスみたい、うん、ね、スペリング。これね、これ去年ね、琵琶湖で10パウンドにあと110グラム足んないって。すげえすんなり上がってきたよ。5ポンドのラインでやったんだけど、5ポンドで、うん、うわ、でげえなーって言って、引かねえなーなんか言って上がってきたら、そんなでかい。おー、62ぐらいあるな。まだその60を超えたの見たことない。あ、ないんだ。楽しみだね。楽しみ、ね。まあ琵琶湖、日本だと琵琶湖がね、すごい可能性が秘めたものなんで。そうそう、ね、結構琵琶湖で今年、じゃあ一回琵琶湖でこれであげよう。これで60釣ろう。1分ぐらいかかんないと上がってくるよ。それを体感しよう、これで。いいじゃん、色もかっこいいし、やっぱりあの見た目かっこいいのもテンション上がるから。もちろんもちろん、いいよ。しかもここにもマーク入ってる。ここに入ってる。やばい入ってる。やばい入ってる。入ってる。だってね、置いとくときここよく見えるやん。あの車のここにやるときな。そうです。全部こうやばいやばいやばい。入ってたらテンション上がるよ。上がるな。考えられとるわ。考えられとるわ。褒められてるよ。マジっすか。今回ね、お値段もだいぶ川部さんの方に考えていただいて、本当あの初心者の方にこそ使ってほしいので、で手の届くとこってことで、ファンタジスタより随分安くしてます。はい、1万円は安くして今回です。3万3000円で。3万3000円でございます。3月。しかも初心者の方、1本あればいけるから。うん、何でもできるから。とりあえず1本あれば。何でもできちゃう。何でもできちゃう。ありがとうございます。買います。よろしくお願いします。よろしく。じゃあ、これを認定しようかな。認定する？認定とか、マジっすか？認定しちゃおうかな。何の認定があるの？
国宝として国宝人間書館むしろ肩書ちょっと探しといてください。あっさーす、いただきました。じゃあここにもう、あっちょっといいですか、バスケットに姉さん認定ということで、いただきました。じゃあ俺も貼っといてもらおうかな。いいですか、いいですか、家リーツリー、あっしー、やったー、もらった、じゃあちょっとここにもうやったー、バスケット TV 認定で、認定でもう家リーツリーブも認定で、認定で、じゃあこれもついで貼ってください。ああ、ありがとう、ありがとう、タブセーフも貼っといてください、これ認定です、フライヤーキーホース、はい、認定で、認定で、はい、こんな感じで、もう認定です、やったやったやったぞ、貼ってやったぞ。あ、ぜひまたどっかで遊びましょう。遊びましょう、ぜひ一緒に釣りしたい。あ、いいじゃん、お願いします。ある、うち の、 あの動画が終わる時の記名ポーズがあ、うん、あるんです、はい、あの私がチャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますって、マスのタイミングで本当はこうやるんですけど、はい、今日、あ、いい、はい、マスのタイミングでね、まっすにするんですよ、マス、マス、はい、了解了解、はい、じゃあ、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。カウさんすげーって思ったら、誰がエロいってヒロキもエロいって思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。マスやったー満足満足満足ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。